このあたりとかが全く再生されなくなったわけではないというわけでございます。単純にこれが伸びたというわけですね。ただこれはもういわゆる一過性のやつでポーンと伸びて、他伸びなかったんで、結果的に5月になってくると23等高で2143ということで、まあ、また半分以下にドーンと下がっても、まあ、この後ちらっと見ると1500とかになってくるので、まあ、実は、元数字にまた戻ってくるような形になるんですけど、っていう感じですね。で、再生時間は70ということで、実はだから、まあ、上がってはいるところですけど、まあ、でもこれ48になってから、結局その山になって、そこがちょっと暮らしておりますね。ここも、登録者は結構8は入ってるんですよねっていうところがあったりします。で、また会員かけた分動画とかに戻ってきてますよって感じですね。で、キラ戦場動画が、一応この後も一応2位には入ってますね。まあ、ただここの2つだけですね。あと、今後入ってくることはないですよということでですね。で、トルクシトリアとかとかっていう感じなんで、まあ、やっぱし、解説系の動画の方のが、堅調に入る、底堅いなっていうイメージは、やっぱこの辺りとかにもありますね。で、5月に投稿した動画を見てみると、よいしょ。関係ってもね、ケイラさんの動画で、で、この辺りとかで、実はこっそり4位に、この、ジョイサウンドのやつとかが、こっそりいたりします。まあ、なるほど、なるほど、って感じで、あとは郵便関係でとか、郵便対象とかが、こっそりいたりしますけどね。これも、その前の時にあげてるやつか。ですね、とかがあれかな、後々のところに。で、元気かき止めとかが全然下の方にいますけど、実はまあ、発注させてってことなんで、まあ、言うてやっぱ1月に上げた動画が、ずっとこう、高く入ってるって感じでしたね。この月の動画で、だからトップ1は何？ 5 月、その月のトップは、投稿した動画のやつはこれか、駅中散歩で、丸の内駅を歩いた動画。これ確か珍しくフルテロップにしたんだよな。地下鉄駅だったんで、音が全然拾ってなくて、それで、フルテロップにして、あまりにも聞こえにくいから、フルテロップにした記憶があります。なんで、結構作るの大変でしたこれね。フルテロップやっぱ大変だなと思いながら。合わせてね、戻って、5往復とかする。多分これも、何分の動画だっけ？ 10 分ぐらいか？ 5 分の動画だったんですけど、これ、真面目に、7、8時間ぐらい編集にかかってますね。実はこれ、明日の日で実はこっそりずーっと伸びてます。そのトップ3に入ってくることがないんで、実はあんま目立ってないですけど、実はこっそり、やっぱ、テップあると、コンスタントに再生入るなっていうのありますね。視聴維持率が高いんだよね。再生時間がいいもんね。っていうところで。普通よりも全然、再生時間が圧倒的に多いですからね。っていうのがあったりしますね。登録者も、後から増えてますもんね。よいしょ。とかっていうのがあったりします。という感じかな。ってことで、まあ、こんな感じでコンテンツは実は、うぞうむぞう言ってるようで、ちゃんと伸びてるやつが後伸びはしてくれるようにはなってるっていうのが、そこを固く、実は再生数を支えてくれてるって感じですね。で、5月がそんな感じ。6月は、投稿数減ってません。10分。何があったっけ、この分。また仕事が忙しくなったのかな。この時期はなんか忙しい時期と、ポーンって暇になる時期が、ちょっといろいろと、ぐんぐんって感じがあったんでね。で、何が伸びてる？書き留めの動画、やっぱこの辺りとかで、何が投稿した？その少ない中で。ああ、だから部屋撮りにしてんだ。で、あとは富田林駅ね。これはリバイバルかな？確かこれ、河内長野に行った後の動画ですね。河内長野に行ってる途中か、これは。ねえ、とかをちょっとリバイバルして持ってきてるってことで、ちょっと外に行けてなかったからって感じですね。で、青空フリーパス使って、これ、どこに行ったんだっけ？あれか、名所線行った時か、の動画で、これやっぱ名所線、やっぱ、あれですね、後伸びしますね。後から、ずーっと底堅く入る感じで、もうすぐ100歳まで行く感じか。ってことなんで、まあ、初期にはすぐの伸びない感じですね。で、通駅とか行って、で、大内山牛には伸びてるんだっけ、今。そうですね。これ200再生ってことで、やっぱ、
牛乳自販機ってことで、ちょっとそのあたりとかの珍しさもあって、ぐーっと伸びてますね。そう。まさかなんですよね。まさかに、実は牛のね、イメージがありますけど、実は牛乳の自販機が一つ変わったレアな自販機があるっていうのも、実は魅力だったりしますの。というところですね。で、このすぐ、向かい側のホームのところで、駅弁が売ってるの、名物駅弁売ってたりしますけどね、というところですね。938って感じですね。で、この時は5月のにあげたこの、トンドバイスの動画とかが実は伸びてきてたりするんですけど、これが、こんな感じですね。1577ってことで、再生全体としてはだいぶちょっと多くてきますけど、そのケラスさんの、やっと時事ネタ効果が切れてきててね、再生時間とかもまあ元に戻ってきてるんですけど、まあ、ただ登録者の増え方はちょっと、このあたり、顕著になってきてますね。10ぐらいだったら5とか8とか、そのあたりの数字になってきてますからね。で、ここで富田林駅の動画がトップ3に食い込んできます。これも時事ではないんですけど、こういう感じで上げて、先月に上げた動画が次の月に上位に入ってくるような感じになってきましたね、というところがあったりしますと。いうところですね。で、7月はどうかというと、20本動画投稿してるんですね。で、1560再生ということで、まあ、1500このあたりが底堅く入る形になってましたね。で、58.2ってことで、再生時間もまあ悪くない。伸びてる感じですね。で、登録者も3増えてますよって感じですね。で、ここは何な動画投稿したかというと、で、トップ3もちょっと変わってきて、特殊取り扱いがあって、トンダバイスとかそのあたりが増えて、まだ郵便系は郵便系なんですけど、エア郵便体操がなぜか入ってきましたね。エア郵便体操も変な伸び方してますから、2020年7月。上げてる動画としては、名所線の動画がずっと上がっていく感じですね。いい駅の動画もちょっと伸びてたんじゃなかったっけな。伸びてなかったっけ。伸びてなかったわ これ伸びるかなと思ったんだけどな。駅来て、実は取れるのが朝一のと、どこだったっけ、最終電車かなぐらいしか走ってないんで、実は珍しいんですけどね。全然でしたね。あとは、この辺りとかで名所線行ったのと、あれか、静岡鉄道行った動画もここで並行してあげたんで、これ、引っ越す友達か、友達、あ、視聴者さんがね、いたんで、それに向けて、こっちの方を当ててね、これ先に上げやんといかんやんっていうね、撮ってきたと、ちょっと前倒しで出しながら、あっちのやつも並行してって、バタバタ、じゃあ両方とも出してまいってて、バタバタバタって出したんでね、時系列で見ようとすると、なんかすっげえぐっちゃぐちゃなんですけど、実は、プレイリストで見てねっていうような感じの流れができたのがこの辺りですね。で、ここで、ね、実は、駅間散歩で新静岡駅の動画が、実は作ってます。これが、トップ3には入ってなかったんですね。最初の月の時は。72なんですけど、これも後々ね、大きな影響を与えてくれる。これもちょっと後々見ていこうと思います。郵便対策4月に上げた動画ですね。3ヶ月前に、?3 ヶ月前に上げた動画が、よいしょ。こんな感じで、後から、やっぱ、入ってくる。まあ、後伸びすぎやすいのは、この手の動画の特徴かな、っていうところですね。あとは、なんだ、静岡とか、その辺りの絵とずっと、並行してあげてた感じかな。静岡の動画で、これは、名所線、名所線で、ここは静岡、静岡、静岡。で、静岡、名所線、名所線、名所線。名所線。で、名所線でパスが帰ってきたよっていう動画ですね。これもなんかちょっと伸びてなかったっけな。ちょっとだけなんで、多分、後々出てこないんで、83なんで、まあ、意外といいんですよね。数十円の差についてグダグダ言ってるって言っただけの動画なんですけどね。よし。もうそういう傾向もあります。で、ここのところでトップ3はこんな感じ。エア郵便体操ってのはなんかここでポンと入ってきたけど、エア郵便体操はこの後は入ってこないんだったっけな。っていう感じですね。